こんにちは。今夜のですね、ナミさんとのコソコソ話なんですけども、スキャルピングについてね、お話してみようかと思います。まあ、ナミさんね、スキャルピングの手法をいろいろとお話してくださいましたけども、実は私もね、 FX を今ほど真面目にやってない頃ってギャンブルのようにやってたことがあったんですよ。それは私がね、店舗をやりだして、どうしても店の赤字が埋まらなくて、毎月10万円ぐらいどうしても必要だなっていう時に、まあ今でいうスキャルピングっていうのをやってたんですよね。まあやり方っていうのは単純で、まずは100万円を口座に入れますと。で、レバレッジを当時ね、400倍っていうのがかけられていたんで、400倍かけたんですよ。まあそうすると、4億円の資金がそこに眠ってるのと同じことになるんですよね。で、エントリーして、10秒ぐらい経ったら決済みたいな感じですよね。ランダムウォークっていうふうに当時は言っていたんですけども、1分足っていうのをやってました。1分足っていうのは1分ごとにローソク足が表示されますんで、1分経つとそのローソク足がね、ボンというふうに、まあ、倍なら倍の方に伸びていることがあるんですよ。その瞬間決済なんですよね。競りに伸びていたら、次の1分を待ちます。次の1分で倍の方にボンと掘れていたら、そこで決済するんですよ。ですんで、私の計算ではね、2分の1の確率で含み損、4分の1の確率で、ロスカットっていう感じなんですよね。だから4回中3回は利確ができるっていうふうに考えていた。本当にギャンブルなんですよ。実際は資金がなくなって終わっちゃうんですけどね。というのがやっぱり証拠金維持率っていうのがあります。当時は意味がよく分からなかったんですよ。ですんで強制ロスカットの連続でした。でもやっぱりね、最初のエントリーして1分後に利益が出ることって、まあまああったわけなんですよ。で、そういう時っていうのはそこで決済して、そこでもう、あとは勝負をせずに、まんまと店の赤字を埋めてですね、なんとかその月を乗り切ったっていう形でした。まあ、そうこう続けていったら、やっぱりレバレッジを抑えていくようになってね、だん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 安全策を用いるようになるんですけども、いわゆる1分トレードっていうのは変わらなかったんですよ。最大で、だから5分ぐらいのトレードでしたね。だから5分以内に FX やめて10万円を目指すわけですから、まあうまくいくときはあるわけなんですよ。で、運よくまあまあ勝ち越せたわけですけども、まあでも手元に資金が残るほどではなかったですよね。そんなことを思い出したかなってところでございます。まあ、スキャラピングっていうのはだいたいこういうふうに数秒とかね、数分間で1ピップスとか10ピップスだけを狙っていく小刻みな利確の手法なんですよ。で、そこにはやっぱりね、テクニカルっていうのが全然入り込む余地がないんではないかなと今思いますね。やっぱテクニカルっていうのは1時間とものすごく親和性がよくって、1時間で取引するんだったらテクニカルはまあかなり有利に支えてくれるのかなと思いますけども、スキャルピングっていうのはね、やっぱこう決済のタイミングが短いですから、なんかその過去データってあんまり役に立たないなと私はね、当時感じていて、単なる超反博打みたいに思ってました。ですんで、これからね、スキャルピングの手法を身につけたいなと思ったら、私はスキャルピングはやりませんので、まあ、ナミさんの方にね、こっそりこっそり相談したらいいんじゃないかなと思います。まあ、そのための FX の講座でもありますので、ナミさんがね、今、リリースしている FX 講座、まあ、お考えの方はね、まあ、この辺でもう、第一歩を踏み出して、決めてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、どんな内容なのかはね、またナミさんに相談していただくといいんではなかろうかと思いますね。深夜のコソコソ話でございました。私の体験をお送りしました。今はレバレッジが25倍とかってすごく抑えられてますんでね、株で3倍とかね、まあスキャルピングには結構厳しい時代になってきたんではなかろうかと思いますけども、ナミさんにはナミさんなりの攻略方法があると思いますので、まあ、スキャルピングについては私はね、過去の話しかできませんけども、今スキャルピングをするとしたらどういう利点があるのか、どんなメリットがあるのか、どんな人に向いているのか、この辺も合わせてナミさんの方にメッセージをこっそり送ってみてください。それではいってらっしゃい。